小泉大臣は自民党も変わらなければいけない党が党風を一新できるかというのでつまりあの最大派閥が河野さんは支持するとはっきり言わなかったんだということは誰が自民党を変えられるか分かってるでしょうつまり河野さんですよとこの石破さんもですね 改革を志す二大勢力つまり、河野さんと石破さんが改革を目指すんだと言っているこれ、両方これ透けて見えてくるのはですねつまり河野さんは改革をする人だけどどうもこれ、この小泉さんの言葉の裏側にはですね岸田さんは改革の方ではなくて古い自民党を守る方なんだという分けてあるように見えます。そのの位置づけされたいいかかかかががでですす、うんまあ、派閥が応援するとかしないかで 改革はできる、できないということが判断されるものではないと思っています、うん、私自身あの、えー、おっしゃったように、早々と出馬表明しました、はい、そのと、まあに訴えたこと、うんえー、この国民の信頼を回復するためには、うん、まず会より始めよう、うん、自民党改革、これを一番に,に、えー、訴えました。うん、まあその後 それがいろんな影響波紋を広げたというようなことはありました、うんはい、そしてこの自民党改革これは間違いなく制度を変えるという意味で最後から訴えなければいけませんしまた政策ということについてコロナ対策これはもちろんしっかりやらなければいけませんが、はい、この経済これ今までの経済とはこれ転換しなければいけない、うん、これ大きな,大きな この絵を描いていてます <はい S 1> やっぱりこうしたビジョンもしっかり示した上で誰が改革、変えることができるかこういったことも見てもらわなければならならいと思いいますまあいずれにせよこれ判断するのは国民有権者の皆さんですからこの訴え、そして姿これをどう見てもらうかこれからもしっかりとそれを発信していくこれが大事だと思ってつまり自分こそが改革者であると。もちろんです うん、だからこそ、立候補を表明いたたししま自民党の今です、ね、この石破さん、河野さんがです、ね、さあと一緒になると、石破さんが応援するということになりますが、河野さんを、これはです、ね、どうでしょう、この構図というのは岸田さんにとってはいいことですか、悪いことですか。う うん、私と反対の候補者への応援団が増えるという意味では、これは私にとってこれは不利になるんでしょうが、まああの関心があるのは一足す一が二になるか1、一足す一足す一が三になるか、まあこの辺はよく見ておかなければならないとは思います。ただ、やはり相手がどうであっても、やはり自分がどうであるか、これを訴えること、これはあの勝つためには。 まあそれに尽きると思ってますので、うん、もちろん気にはいたしますが何よりも自分自身、しっかりとその改革できるかどうか日本を変えられるかどうかこれを訴えていくこれに尽きると思ってます、うん、このあたりの動きが派閥の動きにどう影響するのか1回目の投票、2回目の投票ちょっとこのあと見ていきますがもう一つこういう動きもありました。 野田聖子さんが出馬へ調整しているということで、うん、二階幹事長と会談を機能してこういうふうに、まあ、いろんなことを意見交換したということでご本人ももう出るという覚悟をしたというようなこと、まあ、20人さえ集めればということのようですがこれ、二階さんがギリギリのところを一生懸命野田さんも動いているのではないでしょうか。うん、で二階さんが 全面的に応援するということもないんだと思うんですけれどね、うんうん、だから、ギリギリじゃないでしょうかね、まあ、もちろん本人はあの意欲は満々でしょうけれどもあの目処がつけばあの表明してるでしょうから、うん、まあ現時点では確実なところまで行ってないというところじゃないでしょうか、うん、まあいずれにしてもあの野田さん出るかどうかであの影響します党員投票にも影響すると思いますし。うん あのー、その先の、あのー、ごめんなさい議員の票にも影響するんだというふうに思いますけれども、ね、ちょっとこれ、後で具体的に見ていきましょう、はい、岸田さんはこの野田さんが出,た出,る出そうなこと、もし出るとしたら、これ、どう受け止めますかまず基本的にはあのー、今回の総裁選挙、うんまあ、自民党が多様なこの政策、はいえー、これを持ち合わせている政党であるということを示すということが一つ大切なポイントですから。うん あの論戦が盛り上がるという意味で、あの候補者が。まあ、増えるということは、まあ歓迎すべきことだとは思います。うん、ただまあ、うん、選挙情勢の判断という意味で。これがどう影響してくるかは、うんはい、まあこれは、まあ今後の動き注視しておかなければなとい。な読みが難しくなるんじゃないかということですか。うん、まあまあ、あのそういう面はあると思います。うん、ただ、先ほど言いました。他の人の動きで右往左往する。うん、これは。うん ちょっとその後者としては情けないわけでありまして、自分が一番だと信じて出てる以上。自分を訴える、それに尽きると思ってます。まあ現時点で言うとですね、わ、うん、かりやすく言うと、はい、まあ野田さんが仮に出ることによって。党員投票は分散される方たち。ちょっとじゃあ、次のを見てからちょっと話してください。うんはい、ちょっとこの派閥の図、今こうやって決まったところですね、細田さん最大の派閥は岸田と、あの。 あの岸田さんと高市さんを押すことにとということでなっているもちろんこの中では河野さんを押す方もいらっしゃるでしょう麻生はもちろんあ岸田さんとそして河野さんという2人になりそうそして岸田さんはもちろん岸田は岸田さんでしょう竹下はちょっと分かれるかもしれない二階はこちらだろうかということになっているこういう分け方の中でこういう構図になろうとしているやはり岸田さん河野さんが優勢だろうという見方の中で萌野さん、伊原さんどう,どう影響しますか、はいあのーまず う河野さんは頼りにしているのはやはり党員票なんですね、党、はい、党員票だとあの岸田さんもおっしゃっているみたいですけど、まあ、3人ともなんか3番バッターか4番バッターでというぐらいの、まあ、国民的人気はあるわけですよ、うん、河野さんにしろ、小泉さんにしろ、ね、まあ石破さんにせよ。はい、ということですけれども、だ果たしてその、われわれがよくやる世論調査、まあ、人気投票。 と言われます。けれども、えっと全てがその党員票一致してる。やっぱりわけではないんだと思うんですよね。うん、だけど、その河野さんとしたらまずそこで断然。あのあのかつての小泉純一郎さんが。 総裁総理になったときと同じように、爆発的に取って、もう1回目の投票で蹴りつけるんだっていう、つけたいんだっていうのが河野さんでしょうけど、現状、私、取材した限り、まあそこまではなかなか難しいかなと。つまり1回目ぶっちぎりでということにはならないはいそ,れそうすると、やっぱり大事なのは議員票で、これも私が取材してる限りですけれども、議員票は今の現時点ではやっぱり岸田さんのほうが有利かなと。 各派閥それぞれだと思いますし、うん、この間この番組でも言いましたけど衆議院と参議院でもやっぱり違うんですね衆議院議員の場合もすぐさま衆院選がありますからできればもう河野さんでなんかイメージを一新したみたいな感じにはなると思うんですよ、うん。うん だからそれで乗り切りたいと思う人も,多いかもし若手中心に多いかもしれないけど参院議員はまあ来年夏選挙あるわけですよね、うんうん、でそうするとこの半年間河野さん持つかみたいな、まあ、はっきり言ってね、うん、な何するかどうもよくわからないとだからベテラン議員は余計恐怖に思うんでしょうけれどもそれから世代交代もあんまり進めたくないというふうにベテラン議員は思うんでしょうけどもそういう心配があるのでやっぱりあの岸田さんの方が安定感が。 あるよねと、まあ、そういうイメージ争いになっているような感じがしますねいい岸田さんは1回目の投票でどうなったか分かりませんが決着するという可能性はあるというふうに今あの今度見通し、浦さんからもお伺いしましたが派閥のこのう なんだ色分け、うん、これもまだまだ流動的だと思います。うん、派閥の中の議論がまだ進んでいる、うん、続いている、うん、こういった状況ですから、一人一人当たってもです、ね、まだまだこの流動的、どうなるか分からない、こういった状況ですから、これ議員の,この色分け、これも、ね、まだまだ今、こんなふうにはっきり分けられるものじゃないと思います。 今後、まあの、動く可能性は,は多分にある、まあ、こういった状況ですから今から議員の色分けをあだこうだ言ってもあんまり意味がないんじゃないかなと思ってます、うんうん、ただです、ね、ちょっとチェンジしていただけますかもし2回目の投票になったらです、ね、高市さんのところ安倍さんなんかはやっぱり河野さんはということがあるようですからこちらに流れると。そして 野田さんの票はこちらだとすると二階さんはこう記者さんだけはもしかしたら今回許さないと思っていらっしゃるかもしれない。うんうん、それはありえますかね。どう思われますかそこ二階。いやす、えー、ちゃんきっかけを作ってる。二階さんとお,お気持ちは私はわかりません。わかります。ただ私が。 あの最初に提案したあの自民党改革、はい、まあこれがいろんな影響を及ぼしたと、皆さんおっしゃいますこれは私があの再三申し上げているように、あれは制度としてえ定着させるべきだと言ったんであって、個々の人事云々ぬこは考えたものではありませんし、逆に個々の人事が動いたとしても、これは制度として変えるまで訴え続けるものですから、私の訴えは全く変わりません。なるほど